まあ対戦した中でベスト3に入るバッターは誰かとか。ああ、これは期待ですね。でも伊沢さんも、はい、じゃあベスト3に入るピッチャーパッパって言えます？時代時代があるじゃないですか、自分。まずやっぱり俺はもう衝撃を受けたのは江川さんですよね、うん、俺が初スタメンの時にチームで13三振を拾って、その中の3三振が俺だった強烈だった。あ、でも正直当てようと思っても当たらなかったんでしょ。当たった当たった当たったけど、江川さんが9回になっても150キロぐらいから始まって151、152、153って上げてったからね、あ、この人すごいわと思った。昔の YouTube の映像を見ると130何キロとかって言ってんだよね。あれもちょっとなんかちょっとショック、情けないっていうか、まあいくらスピードガンが今ちょっと違うにしても、もうちょっとなんとかできないかなと思いますね。その当時の多分あの映像からコマで解析するとスピード出ると思うんですよ、うん、いや江川さんは NHK 調べてもらったらしい。あ、そうです。そしたら164キロ。そうなんですか。いや、やっぱそのぐらい出てると思うよ。だけど昔そこにこう行き着くと、沢村栄治さんのスピードはいくらっつって、千葉茂さんか大学の方かって、もっと速いもっと速いってずっとマシンで計測したら170何キロになっちゃって、それは目が老化してるんだから、まあ、そうですね、そこまで行ってしまったけど、牧は日本最速を誇った時期が一時期あったからね。155ですよね、はい、でも今日今ネットニュースばって見たら、はい、星稜の奥川君が158キロ出たってニュース見るわけですよ、はい、高校生抜かれてんのとかと思うとなんか、いや、やっぱスピードガンの精度も違うし、やっぱ当時と今とではやっぱスピードガン違うと思う。初速と終速もありましたからね。でも一番速いっていうのはやっぱ誇りでしょ、ピッチャーとすれば、いや、あの当時やっぱり150キロ出すと球場湧くじゃないですか、だからやっぱりそれは心地よかったですけど、これしんどいなと思う時もあったんですよ。もうはっきり言って、はっきり言って多分期待されてるなと思う時あるんですけど、でもやっぱりピッチングスタイル、これ150キロ出たら全部空振りしてくれるんだったら僕いいなと思うんですけど、そうじゃないじゃないですか、もうボールになってもね、その投げ続けなきゃいけない。だから僕は大谷翔平にも言うことだと思うんですけど、もうこれ今回肘やったから、もうそこ求めないでいいと思うんですよ。160何キロとかもういらないと思うんですよね。だから勝てるピッチャーを目指す。そうですね。で多分もう来年ももし登板しても5回ぐらいで勝っちゃうでしょ、でも156キロ体現が出したんだよね。まあ、それはやっぱりショックだった。いや全然もう別にあのそれ完全じゃないのか、小さなガッツポーズとはちょっと違う。ちょっと違いますね、まあそれはそれなりのそういう時代が今後あるだろうと思ってるから、で僕はその時スピードの方の時に骨折しちゃったんで、股関節を、一番ピッチャーにとって大事なこの、まあそうだよね、左足を踏み込んでグッてやるやつの一塁ベースかなんか、一塁ベースカバーの時に、そうですよ、変な体勢で上に取っちゃって、こうかと、はい、体重が乗ったらこう、バキッて、うわー、まあ、大体がさ、はい、フィールディングが下手くそなの、あ、なんか、それ、フィールディングバント、はい、まあ、バッティングは今、障害打率1割を誇ってる、ね、はい、1割を超えてる、10回なんか1回打つんですよ。はい、まあそうです。いやでも牧がバントがうまかったら200勝してるって言ったやつがいるよね、後藤が。いやもう、はい、それとやっぱりサインが見えてればね、だいぶ違いますよ。目がちょっと全く見えなかったから、だから山倉さんとかのここで出してたんでしょ。僕ここで、どういうふうな、今で言う指が見えない。いやここ123とか4、あ、5とかになるんですよ、はい、だから一番最後のところ触ったところがサインだったりするとか、ここを胸をここをキーにしといて、ここを触った後が本物だって言って、はい、だからこうやって胸触って、ここって触ったら5なる、はい、俺が5出して向こうがこうまたこうやって足すから、あ、なるほど。マキも出してたって。僕も出して、僕も基本出す、出さないと、2つ出さないと解析できないように一応したんですけど、めっちゃバレてました。他のチーム結構バレて噂でもう全部バレてましたよ。なんか癖もすごい、なんかバレてたっていうのも、癖もすげえ。いやだってこうやって一生懸命出した割にはさ、ここでもうすぐ分かるから、わざわざセットに入ってくれてさ。でも本当にそれ自分で知ってた。分かりますよ。だからこうやって開いたり、はい、だからフォークの時に開くから、まあ、真っ直ぐの時も開いてこうやったりとかいろいろやってたんだよ。だけどやっぱり2種類ぐらいで分かられちゃった時に、向こうはね、うちに来られて、なんでこんなタイミング合うんだろうっていう時何回もあったよ。いやだってここで親指が横になったら知ってた。
それ知らなかった。知らない。ここ横になってたら変化球だったの。ここはね、こういうの。そうそう、親指が、はい、で、立ってたらまっすぐだっただから、もうねだから一生懸命サインをこうカモフラージュしてるけどもう笑ったら早く知るかって。そうかもしれないですけど僕とあのキャッチャーのサインを決めるのにその作業がないと決まらないわけですよ。そうそう、ね、でもバレてることはもうない前提で僕らやってますからね。だけど本当にこう指が見えないって本当辛いですよ。そんなに悪かった？いや暗いじゃないですか昔の。でもコンタクトとかしてたでしょ。いや僕コンタクトしても上がらないこう弱視っていう、普段今ラバンなんですよ。僕 0.3 ぐらいなんですけど、この間もう測ったらしても 0.56 しかならない。だからきついんですよね。見えないの。まあその癖が俺は分かってたと思うんだけど、阪神は3連発、はい、もうあれは多分分かってたでしょね。分かってても、いや分かってるって言って思いながら投げてたと思うんだよ、はい、でもそれをカモフラージュでごまかして逆手取ったり見たりだとか やろうとしてましたけど、してたでしょ。でもそのあの3連発はやっぱショックだった。そうですね。で、加計さんは絶対癖だとかその見てないって言ってましたから、まっすぐのインハイの高めをガッとかぶせ気味にこう打ったんだね。すみません、あのホームランはすごかったですね。バースのは僕投げ損ないなんですけど、それも納得するわけ。それ納得するんです。ああ、投げ損ないんだ。投げ損ない。まあ加計さんのあれはこうこんな辺をガッとかぶせてホームラン入ってるんで、やっぱいい、あれがいいバッターだな。岡田さんの時にはもう僕も放心状態だったんで、やっぱ放心状態いやボクサーでもあるじゃない、こうなんか立っててもやっとみたいな、はい、2発も食らってるんで、食らってないですよ。そのなんかだからサインが出たから、はい、これですよね、分かりましたって投げた感じですよ。意思がない、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 そのままガーッと行った後に王さんが出てきても、はい、何を言われたかとか、ホテル宿舎に帰って何を食べたとか、その日一日何があったか全く覚えてない。記憶がもうそんなになるわけやっぱショックなんだ。3連発の日は覚えてないです。いや、それで覚えてないっていうのはなぜかというと、多分自分の中でもう記憶を消したいんですよね。だからもう絶対語られたくもなかったし、今でこそこう美味しいと思って喋ってますけど、あの当時の屈辱がないですよ。やっぱり24、5だったから、3連発打たれるっていう悔しさはなかった。まずやっぱインハイのまっすぐ打たれたっていうのは結構ショックだったよね。そうですね、まっすぐにやっぱ自信があったから、うん、その前のバースにはシュートっていう球を生まれて初めて投げたんですよ、あの日。その前にはさ本当に、はい、でキャッチャーが佐野さんだったんです。山川さんじゃなくて、で、まっすぐのサインだったんですけど、ちょっと指、あれですよ、シュート投げたんですよ。そしたら、ものの見事セカンドゴロでゲッツーだったんですよ、前の打席。ああ、前の打席。嬉しくて、またまっすぐのサインが出たから、またシュートちょっとかけてやろうと思って、かけたら全然曲がらないで、そのままシュート反則球になって、そのままクスクリーンだったんで。シュートって、多少甘めから曲げようと思ったな。そう、だからもうそこから曲がる想定で投げるから、全く曲がらないとど真ん中の、真ん中まっすぐなんですよ。あれ、まっすぐ投げてたらもしかしたらファールかもしれないじゃないですか。それはショックだったけど、まあその後の掛布さんのやつは完璧に打たれましたね。でもやっぱり早いピッチャーだったから、分かられてもファールになるだろうとか、はい、カウンターは稼げるだろうとか、うん、そういうのはやっぱり自信はあったでしょ。今のピッチャーもなんかツーシームだなんだかんだとかいろいろやるけど、指にかかったらほとんどファールになるんだよ、いい回転の球って、はい、だからそんなに打ち返されないから、もうカウントそれで取れるから、それでも投げればいいのになと思うときあるよね。あれ、何わざとさ、回転変えて投げたりとかした？しました。やっぱりしてたの？深めに握って、ムービングボールですよね。山倉さんがエラーを持ってたから。その当時の、動くんだよ。山倉さんが怒ってた時は、多分力入れて投げるから落ちてたと思うんですけど、中盤ぐらいからですよね。これ今ボールがありますよ。では何、スライダーを覚えたぐらいかな。そうですね。あの辺でやっぱり骨折してからやっぱ球数も減らしたいんじゃないですか。例えば10対0で勝ってる試合でまっすぐ投げたってもう疲れるんですよ。だから1球で終わらせたいから、こういう縫い目にかけないでまっすぐ投げたいと。ちょっと落ちてくれるんですよ。変化するよね。ちょっと変化する、はい、ちょっと落ちてくれればいいやと。だからもう通行まっすぐこう投げたんだけど、はい、もう本当にここにかけないでムービングして、で深めに握る。はい、もうその当時からやってたんで、ね、それはもう自分の意思でサインとかじゃなくてやってた。やってストレートのサインだから、こいつ抜いてるなってキャッチャー思ってると思うんだけど、はい、もうこう
そういう球なの。スライダーはどうやって握ってたの。スライダーもこうやって握ってた。こう座ってちょっとこう、こう、ま、縫い目にちゃんとかけて、縫い目かけてこう2つかけて、でひねるの。ひねらない、そのままこう横にピチンと弾くなんです。でもあのスライダーはね、はい、ですね、打席に立った時に、はい、カットでもないし、はい、スライダーでもないし、はい、なんかその 半分ぐらいなんだよね。昔のスライダーってみんなこう、ね、ピュッピュッってこう、北別府さんとかね、はいはいはい、ちょっとこういう感じなんですよ、はい、俺は目指したのは横にシュッシュッっていう。だからこのぐらい曲がるんだよ、ビャーって。速いんだよ、カットボールぐらいの速スピードで。カットはもうちょっと手前からキュッと曲がる、はい、俺はもうちょっとこう早めから曲がるんだけど結構キュッと動くんで、覚えたての頃は本当に、はい、面白かった、ね、面白いぐらい空振りも取れたし、詰まるしな、詰まるし、左は。対戦は何回もある。何回もありますよね、もう何回もある。その際も結構じゃあその対戦成績的にってことですか。いやだからまっすぐとかフォークとか、はい、フォークは落ちるボールはあれだけど、はい、たまに抜けてるボール、抜けてきたやつを、はい、打つけども、はいはい、あのスライダーだけはやっぱ打ちたいと思ってたよね。でも、はい、ね、衝撃の事実で豊さん、はい、全部俺の癖分かってたって、はい、いや途中で分からなくなったから。あ、なんかその途中で分からなくなった。はい、それ一回、はい、あったんですよね。いやだからまあバレてるよっていうのはあるけど、でも全部信じたくないじゃない。はい、うん、他のバッターもやけにタイミングが合う人もいれば、フォークを投げても見逃し方が違うやつがいっぱいいるから途中で気がつくんだよね。やっぱり投げてると分かる。分かります、見逃し方で。見逃し方で、いや、どっか癖出てるのかなって思いましたね。見逃し方でも余裕がある。いや、要するにもう、はい、あの後ろの体重しっかり残ってこう見逃されるやつと、ちょっとでもこういう風に来てるやつは、はい、あ、なるほど、これはもう大丈夫なんだけど、グリッと見逃すやつがいるんだ。変化球なんでもグリッとはまって、あ、まずいと思うもんね。今のバッターも結構そうやって見逃せるようになってるじゃない、はい、だから今チェンジアップ使ったり、ちょっと前ね、もう引きつけて打つなんてバッティングじゃなかった頃はもう面白いよ、三振取れたらみんなどんどん振ってくるから、はい、落とせば三振結構ね。三振は快感、快感ですね。やっぱりだけど、まっすぐでよりも僕は正直首振ったら変化球多かったと思うんですけど、うん、変化球好きだったんですよね。いや、変化球覚えてからでしょ。覚えてスライダー覚えてからでしょ。もう大好きになっちゃってやみつきですよ。だからフォークもあれだし、はい、ピンチになるとどう首振ったら大体あの変化球なんだよね。そうですか。それもバレてたかもしれない。バレてる。もう自分で意識がないからそこはね。今の傾向として多分全部出たらすごくそういう傾向があると思う。え、槙原さんの変化球的にはそのスライダーとカーブとカーブ、フォーク、フォークで、まあシュート、はい、あ、そうですか、先に、うん、でもさ、キャッチャーのサインでさ、一瞬回せっていうサインもなかった。ありました、ありました。あったでしょ、うん、一瞬回せって分かる。あ、いや、サインを一瞬回してくれって、はい、じゃないと首を振ったら変化球っていうのがバレてるから。なるほど、はい、わざと首振る、こうやってこうやってやってって、はい、結局最後にまっすぐのサインだったんだけど、はい、そこに戻って、うん、はい、っていうまっすぐだったんですよ。おー、なるほど、なるほど。だからキャッチャーも意識や、はい、首振ったらこいつ変化球ばっかり投げながらなっていうのは、はい、起点のキャッチャーだったら言うから、はい、だから一瞬回せっていうサインもあるわけ。なるほど。だからもう、キャッチャー来るじゃない。例えばマウンドに集まって来ました、はい、キャッチャーが、あ、次何って言ったら、あ、フォーク行きましょうって、はい、でも俺はまっすぐとかいろいろサイン出すけど首振れよとか言って、ここでやっといて、もう完全にフォークって決めてるわけ。あ、そういうのある。適当に出しておいて、はい、サインがね、こうやって適当に出してるんですけど、でも球種多くねいうのは言ったりするね、こうやってやりながら。あのマウンドでやる。だから巨人は、はい、やっぱこう全部見られてるから、はいはいはい、でテレビ放送も絶対あったから、そうですよね。そこからのデータっていうのもあるし、確かに。だからこう適当にサウン出して、大事なとこはキャッチャー行って、うん、組み立てまで言っていくんだよね。あそこでじゃあもう全部決まってるっていう。初球はもうとにかくまっすぐの外から入って、はい、決めるときは全部フォーク行くぞって。だからもうサインも結構盗まれた時代で、はい、昔乱数表っていうのあったでしょ、はい、知らない。こういうグローブにこういう乱数表みたいなの、はい、こう縦横合わせて5の、はい、あの1とか5の1とか言ってたら 5行、はい、横に5に縦が1とか、はいはい、でそこに数字が書いてあるわけ。それをこうやってここに貼っていくんだけど、はい、ある時にそのキャッチャーと2人の乱数表が別の乱数表を渡されてて、最初から最後まで全部合わないよ。乱数表は何種類
もあったから、いや1人ごと変えるんだ、変えたりするから、だからもう時間がかかりすぎるから、はい、それであまりにもこの乱数表が違いすぎて1回行って、はい、2人で合わせたら全然違う乱数表で、誰が間違えたのはっていうのが山倉さんと加藤はじめさんでやってましたそれでやっぱりその年廃止になりましたよね、あれ良かったですよね、いや太陽もやってたから、あ、そうなんですか、いや俺もつけてたから、で見てシビーチをね、だ牽制ばっかりするから、はいはい、何してんだろうなんて、でキャッチャーが来て、はい、お前何牽制ばっかりしてんだとか言うから、はい、俺と合わせたら、はい、俺とピッチャーは合ってたんだけど、はい、キャッチャーが違ってた、はい、ああでもそんなことやってたら、はい、もう本当試合が長くなって本当にあれすぐでも良かったですね、ああいうの早くっちゅう配信になったのも大変ですよね、それ何種類もあったら、サイン盗みだとかそういうの横行した時代があって、まあ、セカンドランナーがこう教えてるなんて高校野球でもね、揉めた時代があって、はいはいはい、あれの走りですよね、へえ、まあ、例えばセカンドランナー行って、はい、単純だったら、まあ、例えばこうやって右ちょっと向けば外とか、はい、こっち向けはインコースだと、右バッターだったらインコースとかね、はい、手をこうやって膝に手を置いててこう外したら変化球とか、あのこう立ってたら変化球とか、でそれ分かるんだろうけど、はい、まあセカンドランナーが見えるのね、いいなと思うけど、俺なんかピッチャーのとこから見えねえんだからどうしようも出せなかったけど。